よう、悟空じゃないか。ん？気がついたみてえだな。よかったな、クリリー。あれ？ここはどこだ？ブルマさんの飛行機？確かクローンが現れた原因を探っていたら急にめまいがして、ダメだ、そこから先は思い出せない。もしかして悟空が助けてくれたのか？ヒヒ、まだ。そっか、いつもありがとな。なんていい、コラだってやべえときはいつもクリリンから全然もらってんだろ。悟空、さすがの俺もちょっと傷つくぜ。ところで全く覚えてないんだけど、俺は誰にやられたんだ？クリリン、よく聞いてね。今いろいろと大変なことになってるの。というわけなのよ。そんなことがあったんですか。あの16号が生きてるなんて嬉しいけど、俺たちの敵っていうのが、よし、他のみんなも助けてやりたいし、16号の真意も知りたい。俺も一緒に戦うぜな、悟空。ああ、もちろんだ。ちょっと待った、今のあんたたちはろくに力も出せないでしょ。あっちゃー、すっかり忘れてたな。修行すりゃ少しはマシになりそうだけど、オラも一人じゃまともに叩けねえし。え？それじゃあ俺は戦えないってことなんですか？思いつく方法はあるけど、孫君の中にいる人の協力がいるのよね。というわけで、あんた孫君からクリリンに移動することはできない？悟空の中にいるやつが俺にリンクするってことですか？いいから、二人とも試しに目を閉じてみて。さあ、そしてリンクしているあんた、クリリンの中に移動して。ん？オラの中からいなくなっちまったぞ。わっ！俺の中に知らないやつが。やった、リンクする相手が変わったわ。これでみんな戦うことができるわね。なあ、じゃあクリリンが戦ってる間、オラ何にもできねえっちゅうことか？リンクできる人は一人だもの、当然そうなるわね。でも仲間が増えるのよ。孫君の負担だって減るじゃない。確かに悟空だけに頼りっぱなしってわけにいかないもんな。まっか、もともとオラが自分で戦っていたわけじゃねえし、自分で戦えるようになるまで精神修行っていうやつをすりゃいいしな。あんたらしい考え方だわ。そういうことだから、3人ともこれからもよろしくね。
の力、おめえなら楽勝だったな。次は、相手の、もうコツつかんだんか。もう一丁だ。どういうことだ。今ややこ
しいことになってるんだ。詳しく説明するとさ。そうか、その妙な波動が原因で。もしよければこれからは俺も一緒に戦わせてくれ。すまなかった。だがもう大丈夫だ。こういう時こそ日頃の修行の成果を出さないとな。ケンさん、だからチョース、お前は。だったら僕、ケンさん助ける。一緒。チョース、僕だってケンさんと修行してる。きっと役に立てる。わかった、一緒に戦おう。ただし、俺のそばから離れるなよ。うん。似てたら他人には絶対見分けがつかないぞ。18号さんは俺とクローンをちゃんと見分けてくれるかな。見分けてもらえなかったらショックだな。多分大丈夫だと思うけど。なんてこと、心配してる場合じゃないか。もしここであいつを見失ったら大変なことになる。俺の姿で悪さなんかされたら警察官としての立場がないもんな。というわけで、お前が悪さをする前に倒させてもらうぞ。無事みたいだ。悟空、クリリン、
来てくれたのか。ヤムチャさん、よかった。意識はあるんですね。ああ。でもこうして話をするのがやっとだ。いや、すごいですよ。俺なんか悟空に助けられるまで意識を失ってたのに。そうなのか。やけに体が重い。一体何が。それがですね。またクローンだ。クリリン、説明は後だ。まずはあいつをやっつけぞ。なんとかまともに動けるようになったな。話は大体分かった。俺が突然体が動かせなくなったのはその波動のせいなんだな。気が封じ込められるのは厄介だが、敵だって同じ条件なんだ。きっとなんとかなるさ。そんな一言みたいに言わないでくださいよ。今は一人でも多く仲間が欲しいところなんですから。クリリン。なあヤムチャ、またオラたちと一緒に戦ってくるよ。悟空、武道家を引退して随分経つ。腕が昔よりなまってるかもしれない。本当に俺が一緒に戦ってもいいんだな。ああ、せっかく道着も着てんだ。戦いねえと持ってねえぞ。大歓迎ですよ。それにクリリンだってちゃんと戦えてんだ。大丈夫だって。クリリンだってって、お前何気に失礼だぞ。どうぞ。クソ、聞こえ。
これだけ叩けりゃ十分だ。なあ、オラの体に冷えてるおめえ、なかなかやるもんだな。カメハウスにいる18号さんとマーロンは大丈夫かな。これだけ敵が多いとカメハウスも危ないんじゃ。大丈夫さ、おめえより18号の方が強いんだろ。それはそうなんだけどさ、もうはっきり言われると傷つくぜ。わりわり。なっクリリン、どっかでものすげえ気を感じねえか。あ、本当だ。今まで戦ったクローンとは明らかに気の質が違う。もしかしてこの気ってセル。確かに目のセルに比べっと小せえ気だけんど似てんな。けんどよ、セルの気は感じんのに戦ってる相手の気は感じねえぞ。相手の気を感じない。ひょっとしてセルと戦ってるのは16号じゃないか。そっか、あいつは人造人間だから気がねえんだ。何か手がかりがつかめるかもしれない。急いで行ってみよう。
やっぱりセルだ。それと倒れているのは18号さん。お願い、やめてください。この人だけでも助けて。なんだ、どういう状況なんだこの野郎。よくも俺の嫁さんを。おお、誰かと思えば孫悟空とクリリンじゃないか。おめえ、本当に復活したんだな。正直おめえとはもう一度戦いてえと思ってたんだ。貴様と孫悟飯の息の根を止めるため地獄から戻ってきてやったぞ。クリリン、そんな相手はオラがすっから、おめえは18号のとこへ行ってやれ。すまない、悟空。18号さん、ダメだ、完全に意識を失ってる。あなたはこの人の知り合いですか？すみません、彼女は私を守るために。ちくしょう、セル、絶対に許さない。ふっ、しらしい芝居をする女め。まあいいだろう、全員まとめて倒せばいいだけの話だ。むしろ孫悟空と戦うチャンスが早く巡ってきたと喜ぶべきか。すみません、誰だか分かりませんが、18号さんのことをお願いします。俺はセルを倒してくるんで。私を倒すだと？18号以下の力しかない。お前がやめろ、クリリン。おめえの勝手な相手じゃねえ。おめえさん一人守れずに夫を名乗れるかよ。おお、随分と強気だな。当たり前だ、相手が誰だろうと18号さんを傷つける奴は許さない。されてさえいなければ。セル、止めな。お前たちはいずれ自分がしたことの重大さを身をもって知ることになるだろう。その時にせいぜい後悔するのに。なんだと？どういう意味？逃げられたか。気を感じねえ。探すのは難しそうだな。18号さん、大丈夫ですか？多分気を失っているだけだと思います。
お医者様に見てもらわないと詳しいことはわからないですけど。そうですか。あの、18号さんをかばってくれてありがとうございました。いえ、こちらこそ助かりました。お二人ともとてもお強いんですね。まさか波動の影響下であそこまで力が発揮できるとは。波動？なんか知ってんのか？あ、もしよかったら18号さんに何があったのか教えてもらえませんか？彼女には絶対にカメハウスから出るなって言っておいたのに。わかりました。実は私、レッドリボン軍に雇われていた研究員なんです。18号さんは波動で意識を失ったところを軍によってさらわれたのだと思います。何のためにさらわれたのかまではわかりませんが、もしかしてクローンが出現したりセルたちが復活した原因は。はい、全て軍の仕業です。私は波動によって戦士の気を抑え、他の人間を憑依させる研究をしていました。これはリンク技術というもので、つい先日完成したばかりなんです。ですが軍の目的が全宇宙の掌握だと知り、私は怖くなって逃げ出しました。18号さんとは逃走中に知り合い、一緒に逃げることになったんです。でも途中でセルと遭遇して18号さんが犠牲に。よくわかんねえけど、つまりレッドリボン軍が悪さしようとしてんだな。そんでおめえは軍をやめようとしたら襲われたっちゅうことか？お願いです、レッドリボン軍を止めてください。もちろんです。二度と悪さをできないよう組織を壊滅させてやりますよ。ちなみにレッドリボン軍の基地がどこにあるかは分かりますよね？できれば道案内をお願いしたいのですけど。すみません、基地の正確な場所は分からないんです。何せ逃げるのに必死だったので。そうですか。あ、そうだ、ブルマさんって人のところに一緒に行きませんか？俺たち今からそのブルマさんのもとに18号さんを連れて行こうと思ってる。あそこならここより安全なはずだしな。いえ、家族のことが心配なのでうちに帰ろうと思います。私のことより一刻も早くレッドリボン軍の基地を見つけてください。はい、わかりました。